イザヤ書は、旧約聖書の一書で、三大予言書の一つ。聖書自身の自己証言と伝承では、紀元前8世紀の予言者イザヤに返される。プロテスタント教会の一般的な配列では、旧約聖書の23番目の書にあたる。なお、イザヤ書2章4節は、国連ビルの建物の礎石に刻まれている。司会者本イザヤ書の時代イザヤ書きは66章から、なる。 1>, 1から39章までを第1イザヤ、40章以下の第2イザヤ、56章以下の第3イザヤとする説が高等批評を受け入れる学者の立場である。一方、司会者本の発見に基づいて、イザヤ書が一巻の巻物として統一されていたなどの理由をもって、後半も全8世紀のイザヤのものとする立場を取る学者もいる。複数イザヤ説の立場には、 大きく前半と後半に分けることができ、前半の39章を第一イザヤ書と呼ぶ学者がいる。高等批評の立場の近代聖書学者は、この第一イザヤ書のみが、紀元前8世紀の預言者、イザヤ自身によって語られたと考えている。後半は、さらに2つに分けられるが、高等批評では、著者の名前は知られていないとされる。高批評では、 他のほとんどの予言書がそうであるように、予言者によって語られた言葉が弟子たちによってまず、交渉で受け継がれ、その後文書化されて、以降も複雑な編集過程を経ったと考えられており、それに伴い、構成も単純ではないとされる。八百九十二年の仲介書の中で、ルター派神学者、ベルンハルトドゥームが、五十六から六十六章を第三の予言者に返されると主張して以来、 バビロン保守からの帰還の時期に活動したと考えられる預言者による第二イザヤ書とさらに広大の預言者によるとされる第三イザヤ書が自由主義進学では区別される。預言者イザヤが繰り返しアモツの子と呼ばれているため恐怖アウグスティノスはその著書神の国の中で預言者アモスの子であるとした。アモスの活動後約10年ほどしてイザヤは 証明されたと考えられる。ただし、アモス、ホセアが北王国イスラエルで活動したと考えられるのに、対し、全8世紀の預言者イザヤは、南王国ユダの首都エルサレムで活動した、宮廷預言者であったと考えられる。そのため、アモスやホセアが主にで、エジプトの伝承によっていたのに対し、イザヤにおいては、ダビデ王家とシオンの選びの伝承が重視される。 南王国ではほぼ同時代に、ミ箇所によって知られる預言者ミカが活動したと考えられるが、ミカはエルサレムの徹底的な破壊をも予言した点が異なる。また、イザヤがエルサレムで活動したということは、現実の政治権力への接近可能性という点でも重要であり、預言者イザヤは、ヒゼキヤ王の即位に際して役割を果たしたと推測される。各章は、 必ずしも年代順に編集されてはいないと考えられる。例えば、当然最初に置かれるべきだと思われる、証明記事は6章に置かれている。45章15節には、隠れた神への言及が見られる。第2イザヤ書で、最もよく知られているのは、主の僕に関する4箇所である。第2イザヤ書には、僕の歌と呼ばれる箇所があることが、 上実のベルンハルトドゥームによって指摘され、一般に受け入れられている。僕が誰なのかという問題については、論争がある。この歌は、苦難に意味を見出した、極めて重要な箇所であり、僕の代理食材的な詩は、イエス・キリストを予言したものとして、キリスト教において重視された。ティンデル聖書中会ウェストミンスター信仰告白ジャンカルバン、キリスト教公用、列王記、 歴代史、イザや書中に、計13回記載されている。第2章4にて、剣を桑に打ち返ることと、国と国が戦争をしないことが説かれる。42章1から4四49章1から6節、50章4から9五52章13から53節。ありがとうございます。